一緒に死のうぜベイベー、ドカーン。それなんかある？おお、こわ、びっくりした。登って早く登って早く、1キロが来た。1キロが登ってくる気がする。無事でよかった。どうやってここに？大変でした。少なくともあれから発作はありません。同じセリフが言いたかった。ああ、移動手段を手に入れたんです。こいつは動くのか？確かめる方法は一つです。まずいわ。どうしたの？説明しろ。さあ、チャプター12、さあ、なんちゃらかんちゃら、読めないということで、どうも、リッテンですよ。はい、です。さあ、今回は、すいません、新品のバスが。あ、もう新品じゃなくなりました。はい、オープンか。さあ、さあ、一番最初に戦うのは、こいつ、どうやって戦うか、私はでも覚えてません。さあ、こんにちは。わと。わと。うん。死んだ。どう戦うの？しゃべよう。カラスユを撃退する。チャプター12は始まってすぐにヘルシーとの戦闘が始まる。ここではジョセフと協力して撃退する必要がある。バスには弾薬が落ちているので弾がなければすぐに拾って対応しよう。チャプター12ではバスで戦闘することが何とかあるので、弾がなくなったら周囲に落ちるものを拾っていこう。ヘルシーは足を使って攻撃と小さな虫を落とす攻撃を行ってくる。後ろに下がっていれば攻撃は当たらないが、落ちてくる虫だけはこちらに接近してくる。虫が落ちたら 一度攻撃を止め、ハンドガンなどで始末しよう。ショートガンをまとめて始末することができる。ヘルシーの弱点は顔についたチューブで、そこを打っていればハンドガンでもすぐ撃退することができる。攻撃に注意しつつ顔を狙って銃を撃ち続けよう。スキップ。だそうです。だそうです。弾がないです。さあ、ということでチャプター12の序盤をまず乗り切ることができるのか。ここがね、一番今回あの難問。ダメみたいです。キューブ、あ、そこか。ところで死んでたまるか。あかーん。手だね、もうここ落ちますよっていうね、あの合図をしてくれる。キューブ。ハンドガンでやった方がいいかな。あ、お、お、お、いい。右気をつけて。右？おいえ。おいえ。左じゃねえか。右に気をつけて。左。え、あれはしゃがめば避けられるのかな。確かに上から手を下ろすときは、はい、あ、ここ下ろします。下ろします。あ、ダメです。あー、あ、しゃがんだら当たらないよね。ああ、そうだね、しゃがんでりゃギザの方針は大事。ああ、頑張れー。もう一遍来るぞ。ああ、おお、ぶの。はい、頭がない。ああ。
なんとかなるんかい。取れ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 。ちょっと走ってくれない。フィールだ。いやいいね、ハンドガンたぶんこんだけあるんだもん。失礼するぞ。ムカつく、こいつがムカつく。そこを曲がれ。アイテムない、アイテムないよ。待てよ、おや。イエーイ、イエーイ、見てる。チェックポイントということで、これ確か上から来なかったっけ。ここら辺あの見たから覚えてる。うん、今度は何だ。箱じゃない、壊してセバスチャン、上に敵が。これ熱い、ダイナマイトを持ってます。早めに殺さないと。一体やりました。いっ、あそうか、これだ。敵が上から攻撃を仕掛けてくる中、バス内で応戦することとなる。2方向から攻撃を仕掛けられるのに加え、上ばかり気にしているとバスに乗り込んでくる敵を、見逃しかねない。こちらもバスの先頭部分に身を隠しつつ、敵の位置や数を把握してから攻撃に移る。敵と距離があるため、スナイパーライフルやハーブンボルトが有効になる。ここでは最終的に前方に現れるダイナマイトを持ったホーンデッドを倒すことになるため、それまでバスの中に隠れていても問題はない。隠れてる場合はバスの先頭部分、キットの後ろに隠れるようにしてれば攻撃から身を守ることができる。バスの中に入ってくるダイナマイトを持った本日は危険になるので、銃で撃つかボルトで拘束して対応します。危ない、スナイパー危ない。なんで当たってないの、なんで当たってないの、なんで当たってないの。先頭部分で隠れるか。危ない。一番やばいのはダイナマイトでした。でもう本当仲間が殺してくれるのを待つ。あっ、燃えましたね。はい、ハープン。あそこ、あん、避けられなかった。あっちょーい、冷静になれ。いいね、とっても痛い肩。おう、おう、あう、まずくない？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 ちょ、角度、角度、角度。もうちょっと君らさ、ヘッドショットするっていう能力ない？ NPC だろお前。今度は何だ？セバスチャン、上に敵が。ダイナマイトを持ってます。ああ、ドラムガンがすごい飛んでいった。右から敵。なんかしてらんないか。よいしょ。セバスチャンがものすごい変な死に方をしてる。上から狙われた。標準にさ、スピードで映ってないよね。確かに。あんまり映す。おーい。おー。何しようすんねん。熱い。弾がないよ。冷静になれ。弾がないよ。 OK、 ファイヤー。いやー、カメラー、カメラー、ちょっと待って、上にいるはいいんだ。ちょ、カメラ、カメラ、
カメラ。カメラ。上にいるの時の余計なカメラシーン。クソですね。上にいるじゃないんだよ。もしも知っとるなって。カメラが一番の敵だ。玉切れです。敵が押し寄せてきます。冷静になれ。危ない。上にいる。上にいるはいいんだけどさ。ファイヤー。オッケー、オッケー、ごめんなさい。そこにいるのが逆に安全じゃないか。バスの頭もうやっぱやってもらうまで待ってね。こっちは任せてください。そいつを殺さなきゃいけない。誰かが撃った。これはあれですね、ホテナ大爆発ですね。待ってこう。イエーゲームオーバー。終わったわ。もう座ってるけど。お、進めんじゃねこれ。危なかったですね。いけるか。ちょっと怖いね、まだこれ、これ慣れてきた。チェックポイント、チェックポイント。あ、来た、オッケー。行ったね。お腹ブレイクした。どれだ。お腹ブレイクしたね。で、後ろからブレイクでしょ。この先を左です。あ、なるほど。さあ、ということでヘレシー登場。お腹をブレイク。撃退です。ハンドガンなので応戦しましょう。ってありますね。さっきとやり方は全く一緒。戦い方は全く一緒。危ない。同じ要領でやってる。こんな感じ。あっ、その攻撃はどうやって避けるんじゃ。危ない。だからこの攻撃はなんじゃ。前にダッシュしてる。あー、セバスチャン助けて。あっ、釣れないわ。それは無理。え？
何に当たった今。ハンドガン俺が強化してないってのがあるからね。相談するぐらい上げといた方がいいのか。いや、他にもした方がいいべ。まあ本当に余った時くらい。今回はたまたまハンドガンがすごい一番使えなきゃいけないと思うんだけど。あかん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 。自分が行った場所に埋めろ。中心。うん、おい。かき分け。かき分け。かき分けですよ。頑張って命中力。虫。虫。ゴー。引っかかる。いいね。からの。スナッパーライフ。歩いて取れ取れ取れ。もっと歩いて。いやー恐ろしいやつが走ってきた。でもこんだけ玉手に入ったのはありがたいね。ハンドガンがない。使ったね。十何発あったよね。長いな。お、ムービーだよ。どういうことだ。死ぬんだね。ほらゲームオーバー。お前を許さぁ。バカなんだね。ないポンコツでした。はい、あいつの出番終了。ということであいつ撃退できました。出番終了です。これチャプター11クリア、12クリアってなんだね。半分。どこに向かうつもりだね。仮説があります。私たちはあちこちに飛ばされている。誰かが操っているからね。だから今どこにいるのか自分たちの位置を把握しにくいんです。だが東大ビーコン精神病院は常に遠くに見える。これは私が繋がれていた機械です。何度か見た記憶があります。あのバスタブ装置はおっさんが起きる前に俺たちが出会った場所だな。私が気づいたのはこれを見るたびに灯台に近づいているということです。偶然かもしれませんが、さっき言ったようにきっと誰かが仕組んでいるような気がするんです。つまり核心である病院に向かうべきだというんだ。その通り。よくやったぞ。右の道の方が病院に近いはずです。ジョセフ、早く連れ出してくれ。救急車があるわ。止血剤があるかも。私が行く。いや、俺がやる。絶対に奴らを入れるな。ということでチェックポイントですが、敵はワンサがいます。え、バレてね。あれ、あ、バレてる。お、バレてる。銃持ってる。あら、ててあら、この野郎。あ、いた。銃、なんでこいつ速攻来たんだろうね。速攻バレたよ。うん、受ける。ということで、こういうことです。開幕しゃがんでみるか。バスを降り、救急車まで出血剤を、取りに行かなければならない。道中で車を変えており、敵の数も各所に数体なはずなので、スニーキルを狙うことができる。走ってやり過ごすことも可能だが、道は狭いため状況によっては追い込まれてしまう。オイルタンクなどを設置されたため有効的に使おう。だって、できればスニークだ。スニークで行ければスニークで、一番それがいいか。なんで隠れられない。来ちゃうからね。あ、バレてる。ごめんなさい。うわよし、よし、こみほいっと。あ、次バレてる。バレましたね。ダイナマイト！あ、うん、とってもボンボヤージ。さあ、
次はまず、1体が向かった、もう2体来たね。いやー2人ぐらいしか、あ、全員いた、全員日の、おっと1体遅れてきた。いや、ほんと遅れてきた。ほんととっても重いな、銃。ナイスヘッドショット。あなたはほんとにすごいな。そうね。今現在見える敵は全滅させられたのか。多分。ひとまずそこに行って、ジュルジュルとして周りを見渡してみよう。あいつはスナイパーがいいんじゃないか。しか優先的に見えるうちに、あいつもスナイパーだ。でも顔面は撃てないんじゃ。バレました。ナイス。さあもう一発。あ、いけた。構えてるぞ。構えてるぞ。こいつも、おっと右胸に一撃。そこを渡って敵がいないか確認した方が。いませんね。おっと下にカルジェム。敵が声がしますよ。敵の声がしましたよ。バカ。バカです。そしてダイナマイト。いいね。オッケー。さあ無事に、おっと未だに燃えている、気をつけろ。さあスナイパーライフル、2発入手することができたと。カルジェム、さあ行くことはできました。ここで一旦チェックポイントを得られることを、と回復に恨みでもあるかというばかりの丸ボタン。さあ止血剤、これを持ってあのバカ野郎に概要薬とバンテリンが一つになって、バンテリン、バンテリン。チェックポイント。さあチェックポイント、さあもちろんですがこっから、はい、ダメ今さら。これから戻ることになりますが、バンテリン簡単には戻させんぞ、キジューマン。分かって言ってんのかなあれ。はい、行かれた仲間を紹介されました。さあということで今回このキジュー、キジューなんですが、キジューだけですぐのカバーローという感じですね。キジューどこ行った。キジューは非常に威力が高く、遮蔽物に使う車も破壊してしまう。一度発見されると逃げるのが困難になるため慎重に進もう。コンクリートの壁は壊されないため隠れる時に利用できる。でもそいつ壁かぶってるからヘッドショットができない。車を転々としてさ、走って進むこともできる。機関銃まで近づいたらすぐに操作している敵を始末し機銃を奪おうとのことです。ついでに言うと、そうだね、隠れて、やつを潰す、うん、潰して、機銃を奪って、そこからって敵を殺さなきゃいけなかったんだよね、確かね。無理じゃね。さっきさ、やってた場所でいいかな。どうなんだろう。一発じゃないかい。やりました。敵はいるからね。これ乗ってきたんじゃないのか。非常にいいですね。挙動不審になっております。ナイスですね。作業芸家のような。あ、いいですよ。何ですかこいつらは。あ、いいです。数が多いですね、非常に。これは足らなくなるパターン。
足らないですね。足らないね。もう一人はまあとりあえずやれるけど。さすがに持たないだろう。どうした？もうまた登った。本当に申し訳ないな。終わりました。気づいた。ものすごい勢いで機銃を股間になすりつけてます。自分の股間を。おっとっとっと、来て来て来て。いいですよ。この場合どうなるんだろうな。機銃使った方がいいのかな。あのマシンが使えそうだ。ちょっと登ってみましょうか。あー来るんだ。来た。さあ打ち込んじゃいな。見えない。ものすごい、ものすごいフラッシュ。とてつもないフラッシュでございます。さあいいですよ。あーマジですか。それはまずいですよ。あおーあー撤退。下手したら話しちゃいけない可能性もあるねこれ。そうやな。うん、撤退撤退。まあでもいい判断だね。わからないからこそ。どうかな。ダイナマイトあいつら結構おーい、おい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 え、あ、マシンガンですよ。うん、これ話しちゃダメ。話さなくてよかったかもね。買い物中に左から来てる。あったマシンガン。マシンガン野郎ども死にましたね。マシンガン右から来てる、左からも来てる。すごい量だもの。おお、近くに乗ってきたやつ。お前やめろ、お前やめろ。誰誰お前。終わったかな。終わったかな。ぬあうん。何？え？え？わあ！終わらねえ。嘘。おっぱらって？おっぱらって？俺がおっぱらってほしいくらい。え？あ、バスに戻ってしまえば先に進むことができるのだって書いてあるな。そうね。お前らだな。いや、重いな。基準戻る、このタイミングで。入れて入れあ、入れない。基準へ戻るんだ。戻れうまいように、こいつらが運よく。入ったね。入れたやられたぞ一発。くそ。さっさとここを出よう。さあということでバスを運転してください。え、俺が？うん。バスを操作はスティックの左右動かし、障害物を避けながら進めていく。障害物に当たらないようにしましょう。頑張れ。頑張って。敵がさ、ポンポン湧くの面白い。殺せ。今までの恨みだ。逆にしとけ。あ、終わった。Get it!
やりました。短っ。チャプター12終了。チャプター12短っ。その分ちょっとね気持ち大変なのになってる。まあということでございました。いやーよくクリアしたね。無理だったね。2時間。2時間やりました。はい。次チャプター13。はい。まあ13はねある意味ちょっと俺最初の場所は嫌いだったな。まあ一応終了ということでございました。です。さあひとまずやめますか。そうですね。今回じゃあチャプター12は終了で、うん、でも1時間半しか撮ってないじゃん、うん、やるやんけ。多分これ続き撮ったらあれだよ、死になるよ。そうね、はい、嫌になるな。ということでまた次回です。お疲れ様でした。なるべく2月までに終わらせてね、生放送やりたいね。イエス。さあ最後ブレイクあるある、弾はいずれどこかへ飛んでいく。さあコンクリートの壁は一切壊されることがありません。はい、痛い。さあ撃たれた。ということですね。機銃は奪った方がいいって言ってるね。今日見えないのか。痛い。普通に当たった。ドプシュン。もう分かってるのごとくさ。いたー、あーでもやっぱりさっきネルさんがやってたようなやり方やってる人いる。頭も狙うの、そっから超える前に。あー、やった方がいいかもね。この人が言うには頭のてっぺん、うん、気持ち上ぐらいを狙うと当たる。すごいブレるからな。できるもんならやってみろって話だね。